のぎです。おはようございます。ゴロゴロまだ何を歌ったらいいかとっても迷ってます。どうしたらいいでしょうねという感じで、ね、まあいつも言ってるように、ちょっとずつ発展してるので、一番初期の頃に歌ったこと歌をまた歌ってるとだんだんと上手くなってるのは実感できると思うんですけども、まあ聴いている方は飽きてるのかなとか思って新しい歌を歌う、覚えなあかんなとか思いつつなかなか覚えられないというね、おっちゃんのネギでした。そういうことで、名曲のうちから一曲、彩香さんの三日月を歌わさせていただきたいと思います。彼女はこの歌ですごい人気出たんですけども、彼女の声はこうカスレージのボイ、何ボイスというんですかね、ウィスパーボイスがとっても美しくて、まあそれが大好きですけどね、玉置浩二さんのある曲も2人で歌った曲を聴いて、まあ、玉置さんのことをまた見直すことができましたけどね、ビー玉のビー玉がどうなんて言われて名前出てけへん、曲名が出てけへんな、また思い出さを歌いたいと思います。三日月行きたいと思います。ずっと一緒にいた、二人で歩いた一本道、二つに分かれて別々の方を歩いてく、寂しさで溢れたこの胸抱えて今にも泣き出しそうな空見上げてあなたを思った、君がいない夜だってその暗いもう泣かないよ頑張っているからねって強くなるからねって君も見ているだろう五目へ空三日月つながっているからねって愛してるからねってうん、家切った手を一人で温める日々、君のぬくもり恋しくて恋しくて、どれだけ電話で好きと言われたって意味に寄りかかることはできない、涙を拭った、君がいない夜だってその枕もなかないよ頑張っているからねって強くなるからねって今度いつ会えるんだろう、それまでの手打ちは抱きしめながらいたわ、あなたの愛してるの一言を、君がいない夜だってその中胸がないよ頑張っているからねって
強くなるからねって、おーおー、君も降りているだろう、この気合空に軽く繋がっているからねって、愛してるからねって、三日月に手を伸ばした、君に届けこの想い。彩香さんで三日月なぎでした。まだお友達じゃない方、ぜひお友達になってほしいです。チャンネル登録してね。 See you.